はい、皆さん、こんにちは。こんばんは、ネテです。ということで、婦人ファンタジア文庫レジェンドコラボの解説やっていきたいと思います。長い。最初に、レアリティ格差はクソです。星6に便利なキャラが少々います。軽く引く程度で OK だと思います。今回も各キャラの性能と残したい数をまとめました。ガチャの原則です。一時停止推奨です。交換とダンジョンキャラです。テレサはココと合うのでね、交換しておきましょう。ナーガは作って損ありません。ガチャキャラ星6です。今回は星6が外れ枠です。ゼルガディスは四国消しの火力がマジでやばいので、かなり周回向け、そしてランダム向けだと思います。アメリアは確定ガチャでゲットできますが、買わなくてもいいと思います。マジックは超ランダム向けなので、できれば複数体欲しいです。引いたやつは全部残しておきましょう。ボルカはマルチ用のいいキャラです。マオは超キラーマンなので、できたら1体欲しいです。マジでバランスぶっ倒すマンです。クルツは微妙かな。テロスは限定目覚めで、欲しい人は頑張ってゲットしましょう。引いた分は全部残していいと思います。ガチャキャラ星7から8です。ガウリーガブリーフは究極形態が圧倒的に強いです。光パが好きな人はぜひ欲しいです。武器もソロ周回で結構輝きそうですけれども、無理して追わなくても OK だと思います。オーフェンは全体的にあと一歩の性能なので、本体あんまり使われなそうです。ただ別に弱いわけではないので、裏営業とかは普通にいけると思います。オーフェン武器はバインドと指プラス武器です。スキルがヒエみたいな感じなので、イナみたいなパーティーには使えるかもしれません。どっちかっていうとスキル優先の武器だと思います。クリーン用エバーラスティングのスキルはマジですごいです。3体いるとそれはもう快適だと思います。武器のスキルも周回としてはすごい優秀なスキルです。ただ3体いないと強さが従前に発揮されないので、重課金兵以外はそんなにっていう感じがします。相良宗介は進化することに顔が大きくなる男です。悪くない性能なんですけれども、まあ悪くない程度です。それよりも武器がすごいので、次ボンタ君です。やばいです。リダチェンマルチ界に衝撃走りました。耐性も強いし、もうスキルも強いし、まるで無駄のない武器です。ただリダチェンを想定しないときは、溜まるとまずいスキルであることは念頭に置いておきましょう。千鳥かなみは武器が一番使い道があるかもしれません。ただ無効貫通薬が少ない人の、ベルワココとか沢村カーナのサブに究極かなみは良さそうです。リネインバースは星8なこと以外すごいいいキャラです。複数いてもね、全形態で使い道があります。ただ交換はきつそうなので、引けたらラッキーぐらいでいいと思います。確定ガチャ2種についてです。1220円ガチャの方はそこまで強くもないので、無理に買う必要はないと思います。2440円ガチャの方は余裕があれば買いましょう。半分以上が当たりキャラです。リネインバースの交換についてですが、なんかかなりきつそうみたいな噂があります。正直なくても困るようなキャラクターではないと思いますので、今後出てくるすごい強いキャラクターを待ってもいいと思います。マドゥよりは優先度高いと思うんですけれども、交換必須でもないようなキャラクターだと思ってます。まとめです。星6はマジック、マオ、ゼロスが強くて、星7はガウリー、クリーオ、相良宗介、そして星8のリネインバースが強いと思います。他にもピンポイントで強いキャラはいるかもしれません。ハズレ枠の星6キャラがいい感じなので、ちょっと引いてもいいと思います。ただ頑張って星7を追うほどのガチャでもないと思います。17個はやっぱりきついです。そして最近のインフレ速度がかなりすごいので、次のコラボの性能が出るまで待ってもいいと思います。1週間半ぐらい待ってもいいと思います。ということで、詳しくはウェブへ。ご視聴ありがとうございました。それでは。